はい、皆さんこんにちは、フラワーティスト下です。今日はね、お花とちょっと離れたお話をしていこうと思います。それがこのね、iPhone です。iPhone の話をしていこうと思います。ただね、まんざら離れてるわけでもなくて、実は皆さんにいつも見ていただいているブログのね、写真もこれで今撮ってますし、YouTube の動画の撮影なんかも外で撮る、簡単なものは今 iPhone でほとんど撮ってますので、まあお花とね、密接したアイテムと言えますね、僕にとって、はね。ただこれが何の話かというと、いきなり電話が全然通じなくなってしまったというか、感度が悪くなってしまったんですね。だから今まで通話ができてた場所では通話ができなくなってしまったりとか、あとはインターネットに接続する速度がうんと落ちてしまったりとかしたんです。ただ例えばいろいろとそういうものって考えられることがあって、例えばそばにね、高いビルが建ってしまったとか、あとはね、これ動画使いすぎて要するに容量がなくなってで、こう遅い速度の、ね、ものになってしまってるとか、いろいろあるんですけれども、まあ、そういうのは全部、ね、ちゃんとクリアで、そういうものじゃないってことが分かって、これはもう完全に故障じゃないかと思って、実はドコモショップに行きました。そうするとね、ドコモショップにはね、実はね、 SIM カードの交換までしかできないんですね、 iPhone は。これはなんか AU とかソフトバンクとかそのあたりもそうみたいなんですけど、結局はこの修理ができるのが Apple Store じゃなくて、アップルストアもそうかもしれませんが、アップルの正規サービスプロバイダーっていうのですね、この僕今横浜にいますけど、この横浜だとこのゴレットマネーのアンドマーケットさんとか、こういうところが修理を受け負ってるんですね。でただなんかこういうところに修理とか持ち込むのはめんどくさいなってすごく思ってたんですけど、実際ねここ行ってきたらものすごく親切で、なんかドコモショップよりも良かった気がしました。それで、まあ、結果としていろいろとすごく親切に調べてくれて、でこの電波障害が起きた結果というのが、実は僕ね、この iPhone カバーね、皆さんかっこいいのつけてるじゃないですか。それでたまたまね、こういうねかっこいい iPhone カバー見つけて、僕こういうの好きなんですけど、この iPhone カバーに変えたんですね。まあ結果から言うと、この iPhone カバーが原因で電波障害になってたということです。まあこの製品もまあよくはよ、まあこういうのを買うときって皆さんね、こう手に取って最後に裏側の使用上の注意とかまでよく見ないでパッと買っちゃう方多いと思うんですけど、多くないですか？僕はね割と衝動買いしちゃう方なんですけど、まあよく見ると、傷や衝撃か iPhone を完全に保護するものではありませんとか、本製品を使用しての iPhone の紛失故障内部で紛失、これ使用すると紛失するの、これそれはね、故障内部データの破損に関しては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承願いますとか、まあそういうことは書いてありますね。ただこのね、アンドマーケットさんの対応してくださったね、店員さんも教えてくださったんですけど、結構ねこの iPhone ケースで通話ができなくなっちゃうことってたくさんあるらしいです。なのでまあ、例えばアップルさんがとこれだったら大丈夫だよって言ってる iPhone ケース、とか、あとはまあドコモさんとか au さんとか、まあ、ソフトバンクさんなんかもそうかもしれませんが、そういうところで推奨してる iPhone ケースを使った方がいいらしいですね。まあつけないでね持ってると結構リスクが高くなるんで、やっぱりつけた方がいいと思うんですけど、僕なんかもね、このケース一番最初にその買った時につけてくれたんですけど、はっきり言ってこれが一番いいですね。これに変えた途端電波障害全部クリアしました。まあ最初からねその辺だったらねやってみろって話なんですけど、なかなかそういうとこ気づかないんで、皆さんがねこういいなと思った iPhone カバーは、こう電波障害を起こしてしまう iPhone カバーかもしれないんで、そのあたりをしっかり見極めてから買った方がいいです。あとね一つ、これみんな知ってると思うんですけど、僕は初めて知ったんですけど、ねサクサクと iPhone を動かすためになんかサクサクアプリとかもあるらしいんですけど、そうじゃなくて、まあここのねボタンね、これをねこうやって2回早くクリックするんですね、ダブルクリックです。そうするとこうやっていっぱいこうやってページが出てるじゃないですか。これね全部開いてるページらしいんですよ。でこれをこうやってクリックしたら、これを上にこうやって
こうやっていくと見えますかね。これをこうですね、こうやっていくとこれがどんどんこう切除されていくんですね。それでこれを常にこう1日1回はこれをやった方がサクサク動くらしいです。そうしないとこれがすごいって、僕なんかねこれ持ち込んだ時なんか20個ぐらい多分あったと思うんですよね。それで全然動かなくなってた理由もそこにあったらしいんですけれども、まあ、それと電波障害とはまた別の話なんで、まあ、サクサクちゃんと動くには今言ったこのダブルクリックして、このボタンをダブルクリックしてこの小さいのを上に上げていく、この作業ですね。こうですね、この作業ですね。これをして、で iPhone カバーは気をつけてください。今日はちょっと花とは関係ないこの iPhone についてのお話でした。ぜひね iPhone と花もですね密接な関係ですので、皆さんより良い環境で使っていただきたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!